それではただいまより税理士科目紹介のうち財務主表論の紹介を講師レック講師の並木が行いますまず第一にですね並木の自己紹介ということになりますけれども私は傍らっていうか専門は大学の方なんですけれども大学の方で教鞭をとっているということですね。 えー、そして自己紹介ですから宣伝も兼ねて、えー、書籍は昨年11月に「簿記論財務諸評論」えー「計算が分かれば理,かあの理論ができますよ」「理論が分かれば計算できますよ」っていうような、えー、セットでですね「中央経済社というところから「簿記論財評」の2冊。 最新版が出ました自己紹介えこれから勉強される方は初めての会計基準という書籍もありますので、えー、これ12月に出たところで記念すべき30冊目になりました、えー、管理会計の公認会計士の方のね、えー、セレクト50とかまあ原価計算の方も担当をしておりますまあ、これ大学関係なんですけどね、えー、さて次は 財務表論とは何かということを説明いたします財務諸表論というのは1年間のですね、えー、会計処理が金曜会計ではありますね実務では、えー、そのそれは大体仕けが中心現実は会計ソフトに入力ということになりますけどね試験は仕けが中心で,これが論なんですね、えー、ですから昭和の278税理士法で税理試験が始まったからですね 募金論と財務諸論が分けられたのはそういうい理由で財務諸表論というのはその1年後にですね,ねほとんど試験では会社法に準拠した、えー、PLBS を作成しなさいっていう法律を覚える会計学であるとだから募金論との差を設けけてるわけですねしかも財務諸表論は、えー、計算手続きの論拠根拠となるものを、えー、企業会計原則や伝統的な理論 さらに会計基準を踏まえて理解を問われる記述問題論文式が出るとということですね、まあ、大したことはないんですけれどもで最後にレックの講座それに対応する講座ということになりますとこれから始められる方は母材横断講座というのがありますこれはですね環境によるわけですけれどもこれから勉強される時に 相当お時間取れてやる気のあるという方のみにお勧めいたします特に5月以降の直前期がですね毎週募金論在表で、えー、当連があるんですねで講義もあるわけですでその復習する時間が取れない取れるっていう問題が出てきますので熟慮をした方がいいと思いますで普通にお勤めの方はパーフェクト講座を早回しで私の講座ですけどね ボザボダン講座に関しては他の先生の講座になりますけれども、えー、パーフェクト講座代表1本のみあの平均するとですねここ10年ぐらいだとたまたま29年、えー、2018年はですね募金、えー、の方が合格率高かったんですが平均すると代表の方が3%から4%合格率で高いのでもし1本に絞るっていうことであれば 個人的には財務諸論のはいいんじゃないかなとは思います。まあ、財務諸評論の講座パーフェクト講座というのをやると一本に絞れるので直前期は時間が取れて復習まあ一科目かるっていう点ではいい講座なのかなとは思います。す、え、る、ー、と私のずっと講義が延々と続いていくということですね。えー、最後に私の講義っていうのはある一面長所 というとね、いろいろ学会等で、まあ試験員の先生に直接問題は何ですかとは聞かないまでもね、一応教授として、えー、学会等でそういういろいろな先生とお話できて情報を伝えられるということですね。まあ、そんな形で、えー、科目紹介、えー、財務省要論編ということですね、えー。短時間できちんと伝わったかどうか分かりませんが、まあ、検討という点では。 え、サリンではなく伝わったような気がいたしますので、これで終了をいたします。担当は並木でした。